小島貞博、小島貞博、小島貞宏、1951年11月10日から2012年1月23日は日本中央競馬会に所属した騎手、長教師。騎手時代の主な騎乗馬に、1982年の最優秀障害バキングスポイント、1992年のクラシック2冠を制した、ミホノブルボン。 1994年の優秀品馬、オークス優勝馬、鳥海キャロル、1995年の東京優秀、日本ダービー優勝馬、田安強などがいる。騎手通算4722495勝。戦後デビューの騎手のうち、平地、障害それぞれの最高級競争である、日本ダービーと、中山大沢さわりで2勝ずつを挙げている、唯一の騎手である。 2003年より調教師として、立東トレーニングセンターに旧社を開業。2005年の中山大障害に優勝し、同年の最優秀障害場に選出されたテームドラゴンなどを管理したが、在職中の2012年1月23日に旧社内で自殺した。1951年、北海道ニーカップ町にサラリーマン家庭の長男として生まれる。父親は、 高等癖がありけに寄りつかず、実母も早くになくしたため、定米の支えとなるため、小学校中学年の頃には牛乳杯のアルバイトをして家計を助けていた。中学校2年生の時学校の近所にあった小笠原牧場に住み込んで働き始める。小柄な体格から同場の従業員に機種になることを勧められていた。中学3年生の時、小笠原牧場と関係が深かった。 実業家の谷水忍が谷水と協力関係にあった調教師の富山ため夫が騎士候補生を探していると小笠原に告げた。小笠原は小島ともう一人の従業員を連れて谷水が経営するカントリー牧場に赴くと谷水は小柄な小島を候補に指名。これを受け小島は1967年3月に京都競馬場の富山のもとへ移った。翌月には 東京都にある馬事公園の中央競馬機主要成長期課程に第十七期生として入所。同期生には、東進に吉沢総一などがいた。この状況に際しては、事実上の兄弟子となる鶴留目秋夫が保護者代わりに付き添った。1971年に騎士免許を取得し、同年3月に富山旧社所属としてデビュー。 同6月に初勝利を挙げた。デビューからしばらくは、平地競争を中心に起場していたが、障害の名手であった鶴留が1978年に引退したことに伴い、障害での起場を増やしていった。同年10月、富山急車所属のフラストメアで、京都大障害、秋を制し、重賞初勝利を挙げた。1982年には、当時春と秋の2回施行されていた。 中山大障害を、キングスポイント、テンポイントの全弟で両方を制するなど、障害競争で活躍を見せた。同馬を管理した、小川さすけと小島には、付き合いはなかったが、小川が管理した、テンポイントの主戦機種だった、鹿戸明が小島との親交を深く、鹿トから、小島ならば気象難のキングスポイント乗りこなせると、小川に推薦したものだった。この頃、 小島は障害で4割近い勝率を残しており、後に、あの頃は障害では他人に負けないという気持ちがありましたと語っている。しかし1986年末に、障害練習中に落馬し、鎖骨骨折などの重傷を負った。これに際し、見舞いに訪れたと山から、もう障害はいい。退院したら、平場でやるんだと指示され、以後平地専業となった。平地競争でも、 北山桜などで重賞を制していたが、旧八大競争や GI 級競争での目立った活躍はなかった。しかし1991年に富山級舎に入った三穂のブルボンの主戦騎手を任されると、同年末に同馬と朝日杯三歳ステークスを制し、GI 初勝利を挙げた。逃げ戦法を武器とした三穂のブルボンは、決闘的に短距離馬ではないかという評価が根強く、中、 長距離で行われる翌1992年のクラシックに向けては常に距離不安が囁かれた。しかし小島は一貫して逃げの作戦を取り続け、サツキ賞と日本ダービーの二冠を獲得。クラシック初優勝となったサツキ賞では、ミホノブルボンが僕を男にしてくれましたと述べ感急した。同年が秋、小島とミホノブルボンは史上5頭目となる クラシック3冠を目標にキッカショ症へ出走し3000メートルという長距離に対するスタミナ民の不安がささやかれながらも一番人気の指示を受け。しかし戦前から逃げ宣言をしていた松永みき沖上の競泳防岸に先手を奪われハイペースを追走する形となると最後の直線で先頭に立ったもののライスシャワーにかわされの2着に終わり3冠はならなかった。 富山は、この競争について、自分のペースを守って、逃げろという指示に反して2番手に控えた、小島の気丈に不満を表明し、小島はそれに対して、次のように語った。富山は、この弁明に対し、私にも、もちろんどっちが良かったのかわからない。しかし、思う存分、行かせてみたかったとしながらも、しかし、決闘的にはスプリンターでありマイラーである、ミホノブルボンが、 そこまで走ったのだから、良しとしなければならないのかもしれないとも述べた。日本のブルボンは自走ジャパンカップに向けての調整中骨膜炎を発症し、復帰できないまま引退に至り、これが生涯唯一の敗戦となった。翌1993年の日本ダービー前日、ガンに侵されていた富山が肝不全で死去し、旧社は解散となった。小島はこれに伴い、フリーとなったものの、 旧富山旧社所属場の多くを引き継いだ弟弟,弟子の秀行が開業数ヶ月後より小島と同じく富山旧社所属だった翔太内秀夫を乗せない方針を打ち出したことなどもあり、起乗数が急激に減少し、一時は調教をつける馬さえいない状態となった。小島は引退を考え始めたが、当時有力な調教師となっていた鶴留が状況を聞きつけて、 小島の支援をはじめ、鶴留旧舎に所属する有力馬の主戦騎手を任されるようになった。富山が常に小島と小谷内を乗せる方針だったこともあり、上実を切った森には批判の声も寄せられたが、森はこれに対し、僕が自分でやったことやから、何言われてもいいんです。書いてください。僕がそうしたのは、馬はあくまで馬主のものだということ。調教師のものじゃないんです。 馬が僕のところへ来たのも、馬主の意志だし、違う騎手に乗せてくれとも、馬主から言われた。僕はそれに従ったまでですと反論している。作家の木村浩二は、富山はベッドから、俺の悪いところは、真似るなと言い続けた。馬主を激怒させてまで、自分の弟子である騎手の方を可愛がった、富山の生き方が、真似てはいけない生き方であると、森はおそらく冷静かつ合理的に判断したのであると。 これを表している。その後、小島は1994年に鶴留旧舎所属の長海キャロルに起乗して、優秀品馬を制覇。競争後には、鶴留先生に恩返しができてよかったと語った。翌1995年には、やはり鶴留旧舎の田安強で二度目の日本、ダービー制覇を果たし、史上十人目のダービー二勝騎手となった。以後は、 若手騎手の台頭などもあり、1997年からは一桁の勝利数を続けた。1996年から調教師免許試験の受験を始めており、2001年に調教師免許を取得し、騎手を引退した。調教師試験の合格時の会見には、富山の未亡人も同席して、喜びを共にした。騎手成績は通算4722495勝。 そのうち重賞は G1 競争5賞を含む27賞だった。免許取得当時は管理馬房に飽きがなく技術調教師として2年過ごした後、2003年に立党トレーニングセンターに9社を開業した。初年度から15賞を上げる順調な滑り出しを見せ、2005年には娘婿の田島翔が手綱を取る TM チュラさんがアイビスサマーダッシュに優勝。 調教師として、重賞初勝利を挙げた。さらに年末には、テームドラゴンが、中山大障害に優勝し、騎手と調教資料法での中山大障害制覇となった。テームドラゴンは、同年の最優秀障害場に選出された。2012年1月23日午後5時50分ごろ、自給車2階で首を吊っているところを発見され、 救急車で搬送されるも滋賀県立東市内の病院で死亡が確認された。自殺だった。親族が負った多額の借金を肩代わりし、従業員への給与支払いが遅れるなど、救車の経営状態が逼迫していたとされ、トレーニングセンター内では、翌日に控えていた、調教師元更新ができないのではないかと噂されていた。小島の死去に伴い、救車所属場は帰京に当たるゆ。 久保幸男に引き継がれた。調教師としての通算成績は1705,137勝うち g i 級競争1勝を含む重勝5勝であった。師匠の富山は小島を旧者に受け入れた際の印象を子供の時から父親が仕事の関係でいつも留守がちだったんで父親の温かみを知らずにいたと感じたといい、私が父親の代わりとなって 温かい人生を歩ませてやりたいと思ったんです、と語っている。その言葉通り、貞宏と弟,弟弟子の正谷内秀夫は、厳しい師弟関係の傍らで、富山から、本当の父親以上の愛情をもって接していただいた、と、その死後出版された著書、鍛えて、最強馬を作るに寄せた。また富山は、調教師というのは、少なくとも、師匠と言われるからには、 人を育てることも大きな仕事であるという信念に基づき必ずしも成績上位ではない両者を起用し続け馬主に対しても馬の予託に際しては両者を専属騎士とする契約を結ばせていた小島と小谷内は先の気候において富山に対する感謝の念とともに師匠はそれが俺の信念だと差のような顔をしていたが私たちのレースぶりを見て 心の中で歯ぎしりすることも多かったのではないかと思う。私たちがそれに十分報いることができなかったのが残念であると称を述べた。一方、富山による小島の評価は人気から比べると技術の方が上。人気よりも腕があるという言い方よりも腕よりも人気がないというもので小島の成績が上がらないのは直言工事で、 仲間受けが悪い自分の弟子で、避けられているためとの見解を示し、私は小島に、すまんこっちゃっていう気持ちがあります、ととろしいた。富山の死去当日、小島は日本ダービー出走の同時まむ的に起乗をするため、東京競馬場におり、不法に接して、起乗を辞退して、先生の元に行かせてほしいと、JRA 職員に嘆願したが、レースに起乗することが先生への供養になると、 説得され、そのまま東京に留まったというエピソードがある。小島は後に、騎手生活の中で最もショックだった出来事として、富山市を挙げた。小島は調教師転身にあたり、馬が走るのはもちろんですけど、人づくりの面もいつも頭に入れておきたいですね。余裕ができたら、騎手を育ててみたいと思っていますと語り、開業後は、 自給者に所属した田島を積極的に起用し続けた。カッコ内は小島基調時の優勝重賞競争。太地は g i 級競争。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。